はい、今回トヨタの高級セダン新型クラウンがリコールが発生。まあ最近やけにトヨタからのリコールが多くて、1、対象製造期間で対象台数不具合件数の方も発生していて、で2、リコール内容不具合内容ですね。で3、修理に出さないと、まあ最悪どういった事態が起きるか。で4、修理対策内容も判明したんで順を追って紹介します。まあ、本当に今年に入ってからトヨタのリコールが多くて、まあそれだけきちんと報告していて売れてるという証拠でもあるんですけどね。他のメーカーだったら黙っているような不具合もありますからね。まあトヨタに関してはメーカーだけじゃなくて販売店の方も車検の不正があって、車検の不正に関しては販売店というより、まあ上からの指示でしょうね。まあ車検の不正も他のメーカーもやってるでしょうけど、正規ディーラーだけじゃなくて街中の販売店とかもやってるでしょうからね、車検の不正は。でトヨタ自動車は10月13日クラウンを国土交通省にリコールを届け出た。回収無償修理、これ現行型のクラウンで RS みたいなんですよね。グレードが RS を対象で、製造期間の方が2018年5月16日3年半前から2020年4月20日前に製造された車対象、約2年間の間に製造された車ですね。現行型のクラウンで、対象台数の方も判明して、対象台数が 44,796台、結構多くて、で不具合台数も120件も発生で、今回のリコールが珍しい点として、同じ製造期間に2年前もですね、9688台をリコール統計でいたのが、また新たに原因が発生したため、同じ車を対象にリコールを再度統計したってことで、珍しいですよね。2年前も同じ車対象にリコールを発生していたのが、また同じ車対象にリコールが発生したってことで、オーナーの方はめんどくさいですよね、修理出さないといけないんで。でリコール内容の方が、対象車両は後席ドア後部のクォーターウィンドウカースのモールディングにおいて取り付け構造が不適切なため、冷熱の繰り返しで取り付け部が劣化して剥がれる可能性があるということで、で修理に出さないとそのまま放置したらどういった事態が起きるか。そのため浮き輪異音が発生し、最悪の場合モールディングが落下脱落する可能性があるってことで、まあ結構危ないですよね。まあそこまで重要な分かというとそうではないんですけどね。対策措置、修復措置として、改善措置として全車両ギアクォーターガラスギアウィンドウガラスを対策品と交換。だ内容的には早く終わりそうな対策措置みたいなんで、早めに販売店持ってた方がいいですよね。はい、今回トヨタの高級セダン新型クラウンがリコールが発生。1、対象製造期間と対象台数不具合件数で、2、リコール内容で、3、修理に出さないと、4、修理対策内容について紹介しました。